ただいまより熱中症リスク軽減を考慮した下刈り作業について山形森林管理所何坂拓斗が発表させていただきます近年地球温暖化の進行により全国的に平均気温の上昇が見られ山形市においても年平均気温が10年間で1度以上上昇していますこのような状況の中熱中症の発生も 全国的に増加しており、山形県内では熱中症による救急搬送者数が5年前と比べると250人近く増加しています。また、私たちが関わっている林業は屋外での作業が多いため、熱中症を発症するリスクが非常に高く、実際に当初においても、昨年度と今年度、合わせて2名の職員が炎天下の中、 作業を行ったことが原因で熱中症と診断されましたこのように熱中症の発症リスクが高い林業の中でも特に下がり作業は熱中症の影響を強く受ける作業です炎天下の中厚手の安全ズボンや防振手袋防法網といった熱のこもりやすい保護具を着用して作業をする上作業撤起が 6月から8月と限られていることから、天候、気温等関係なく現場作業を行わなければなりません。実際に当初発注の増林事業を請け負った森林組合に実施したアンケート調査を見ても、下がり作業中に現場作業員の方々も熱中症に対して高い危機意識を持っていることが分かりました。そのため、今後、下がり作業を行うにあたり、 熱中症リスクの軽減方法を検討するる必要があると感じましたでは、どうすれば熱中症リスクを回避しながら、下がり作業を行えるのでしょうか。現在、事業体で行われている熱中症対策の一つとして、朝早くに作業を始め、最も暑くなる昼前には作業を切り上げるという取り組みがあります。また林野でで取り組んでいる したがりの省力化も作業面積を減らし、暑い時期の作業を軽減するという観点では、少なからず熱中症対策の一助となっています。しかし、今後は多くの森林が伐期を迎え、伐採面積とともに再造林面積が増えることが予想されるため、従来のような対策だけでは不十分です。このことから、これまで、 6月から8月が作業適とされていた下刈り作業を8月以降にも実施できないかと考えました。そこで過去の取り組みを調べてみると他局において下刈り作業の作業時期に関する業務研究が行われていました。茨城森林管理所及び秋森林管理所で実施された苗木の成長量の調査では下刈りの作業時期によって その後の苗木の成長量等に大きな差はほとんどありませんでしたさらに空きでは作業効率に関しても研究が行われておりグラフの通り陶器に下がりを実施した方が作業工程が良好でしたまた実際に作業に当たった作業員からは保護具が防寒着代わりになって作業がしやすい蜂に刺される心配がないといった 好意意的な意見が挙げられていましたさらに、今年度行ったアンケート調査においても、秋頃に下がり作業を実施することについてどう思うかという質問に対して、約6割から熱中症の心配がなくてよいと回答が得られました。また、他事業への影響についての質問でも、干ばつ事業との兼ね合いから影響があるという意見もありましたが、 全体の半数以上かららね良好な意見を得られました以上のことから今回の研究では熱中症リスク軽減のため降雪の多い東北地方においても周到期の下がり作業が可能なのかどうか下がり実施後の苗木の成長量等への影響や作業時の身体的負担の差という2つの観点から調査検証していくこととしました。 調査は昨年度秋に植栽を実施した208ンパン津1小班において3メートル四方の夏季下記下がり作業区、周冬記下がり作業区、見業区の3プロットを設置し行いました各プロットには苗木が8本植栽してありその成長量を5月から12月にかけて計測し 合わせて周囲の下草の植生やその肥度を調査しました下刈り作業に関しては下刈り窯を用いて作業的期である7月に夏季下刈り作業区の下刈りを行い秋冬期は雪が降る前ということも考慮し11月に行いましたまた下刈り作業時には作業時間を計測するとともに刈り払った草本等の種類の調査も行いました 1>, 1年目の成長量に関する調査結果ですこのグラフは5月、8月、12月における各プロットの最小・最大の苗木高及び平均の苗木高をまとめたものですこのようにプロットごとで苗木の成長量に大きな差はほとんどなく気圧等による苗木の故損も確認されませんでした プロット内の下草の反毛状況については、スライドの写真のように、調査開始時はどのプロットも下草が少なく、苗木も見やすかったです。しかし、夏になると、下刈りを実施した下記下刈り作業区以外では、苗木が覆われるぐらい多くの草本や白類が発生し、干木の発生も見られました。さらに、冬に差し掛かると、見業区においては、 写真では少々見にくいですが、葉を落としたカン類が多く残っていました。これらの調査結果をまとめると、まず苗木に関してはプロットごとで成長量に差はなく、子孫等は確認されないという結果になりました。これは調査地の苗木が秋植栽の1年生であったため、競合する植生が少なかったからだと考えられます。 また、下草については、柿以降、寒木類が多く発生していたことから今後、草本類以外にも寒木類が競合相手として苗木の成長に影響を及ぼす可能性があると考えられます次に、下刈り作業の実施結果です柿の下刈り作業は雨の中での実施となり、湿度が高かったため、気温は23度でしたが 気温以上に熱く感じとてもつらかったですまた刈り払う対象になっていた総本類により苗木が覆われていたため見分けがつきにくく作業は15分かかってしまいましたさらに慎重に作業を行っていたものの誤って一本苗木を切断してしまいました収湯期の下刈り作業は夏季に比べて気温が17度と低く 防法網も着用する必要がないことから、作業中も体温の上昇が抑えられ、作業がしやすいと感じました。また、苗木自体もとても見やすく、スムーズに作業ができ、作業は10分程度で終了しました。刈り払ったものは、幹木類が多く、鎌で払うのは少し大変でしたが、どれも直径5センチにも満たないものが多いため、 刈払機であれれば簡単に切断すすることとが可能だと考えられます以上の結果から、周到期の下がり作業は、下きに比べて軽装備であるため、体温が高くなりすぎる心配がなく、身体的負担が軽減できることが分かりました。また、刈り払うものが、下きの下がり作業時に総本類が中心だったのに対して、周到期の下がり作業時は、 幹木類が中心となり、苗木も格段と見やすくスムーズに作業ができました。これらのことから、収湯器に下がりを実施した方が、下記の下がり作業に比べて熱中症のリスクを軽減できる上、作業効率も良くなると考えられます。最後に、まとめと今後の展望についてです。今回の研究では、熱中症対策として収湯器の下がり作業が有効である ということが分かりましたが同時に事業を実施するにあたっての課題も見つかりました一つ目は他事業との兼ね合いです今回実施したアンケート調査にて就当期に従い作業を実施すると干ばつ事業の作業時期と被ってしまうという意見が一定数ありましたそのため就当期に従いを実施した場合の作業時期に関して署の担当者や事業者の意見を集約し 他事業との兼ね合いについて検討を重ねていきます2つ目はプロット調査です今年度は苗木の成長量に差はありませんでしたが今後は下草との競合が激しくなることが予想されますまた今回は調査箇所が1箇所であり偏りのあるデータになりましたそのため引き続き既存のプロットの調査を実施するとともに植栽樹種や 環境条件の違う調査値も設定し下刈り作業後の苗木の成長量等についても調査していきます最後は下刈り作業についてです収到期に下刈りを実施することで熱中症のリスクを軽減できる上作業効率が向上することも確認できましたしかし今回の研究ではプロット面積の関係上現地の作業を一人で実施したため個人の意見が主となっています したがって今後は増林事業の中で周到期の下がり作業を試験的に導入し作業効率や身体への負担について多くの作業者の意見を集約していきますそしてこれらの調査結果を参考にどのような作業体系が熱中症リスクを軽減するために適しているのか引き続き検討・検証を重ねていきます参考文献はご覧のとおりです ご清聴ありがとうございました。